あ、あったアフロアフロ10番危な危な危な強いこれ。皆さんこんにちは、フロマスクです。今回はですね、 Steam から新たに発売ですね、アーリーアクセス版として発売されたこちらのポータルナイトというゲームに挑戦していきたいと思います。はい、こちらなんですが、一応予告というかプレビュー動画見た感じはなんか ほぼマイクラみたいな感じで、マインクラフトにアクション要素を強化した感じなのかな。で、このポータルって書いてある通り、ポータルでどんどんワールドを移動していくみたいですね。実際どんな感じなのかプレイしていかなきゃわからないと思うので、実際にやっていきたいと思います。お、いきなりキャラクリからスタートみたいですね。女の子と男の子で、で職業が3つなのかな。ナイトとウォーリアーか。ウォーリアーは剣で戦う、まあ近接系ってことですよね。でアーチャー、レンジャーか。これはメイジやろうかな。メイジ面白そう。飛び道具、スペル、魔法か。これもっと変えられないの。ネクスト、あと3段階あるのか。結構ある、19個もある。アフロあるでしょ、19個あったら。うん、ちょっとアフロっぽかったけどこれいいな、この髪型。これなんか、あ、あったアフロアフロ10番一応全部見ときましょうか。これはなんかスキンヘッドと結構いろいろありますね。ヒゲも結構あるんだこれ。あ、いいな、可愛い感じですね、キャラクターは。どうしようかな、もみあげにしようかなで、色は緑もすごい。ブロッコリーにしようかな。今回ブロッコリーヘアスタイルで。あ、顔の何これ、耳。あー、なんか耳のイヤリングが骨ほとんど見えないけどな。これデカ耳にしとくか。これで肌の色か。ブロッコリーだから白っぽい感じでいいかな。これかわいいですね。雨の色か。意味ないな、これは。口はかわいい。なんだこれ。梅干しみたいな顔にしとこうかな。あとは、あ、ボイスがあんの？女の子と男の子か。で、クリエイト。魔法使いですね。かわいいな、なんか。アフロあるのはいいですね。はい、じゃあクリエイトしましょう。レベル0、メイジ。あー、これで、あ、ローカルパブリック、あー、プレイアローンとかか。はー、とりあえずちょっとソロでやっていきましょうね。ニューワールドで、ワールドは一応ランダム生成みたいですね。よし、じゃあいきます、クリエイト。あ、なるほど、44個ポータルがあるってことかな。44分の0。よし、とりあえず早速入ってみましょう。お、In the forgotten days World was peaceful and、 あー、平和だった。 But the French arrived the toward the realm、 なんやわかんないですねとりあえず平和な日々になんか来たってことかな。なぜオンリーコネクションビトインディスパレートランド。あー、ポータルでしか移動できない。エンゼアーバーホンバータスエンドフール。はあ。とりあえずポータルで移動していくのが肝みたいですね、このゲームは。ザワードライターポータル。あー、読めなかった。みんな布団の。おー、綺麗綺麗。なんだ？どうなるんだ？ピースフルヒル、平和な丘。おー、すごい。わ、すごい綺麗ですね、これ。で、これほんとマイクラみたいにブロック単位ですね。スペースでジャンプ。B で、オープンザバックパックは B。
あー、これでアイテムが、はあ、はあはあはあ、ヒーリングポーションとかいろいろありますね。これ旗で、これ全部英語ですね。いつも通り英語です。装備、枝しか持ってない。杖か、これ C が、あ、レベル制ですね。レベル制で、あー、なるほど。攻撃力とスピード系ですね。あ、ヘルスポイント、パワー、あー、インテリジェンス上げていく感じだろうな、きっと。はあ、これを入れとくか。じゃあブロック入ってますね。ダートブロックはいっぱいある。これ何、スキル系か。あー、ワークベンチとか作っていくんですね、これ。で、マップ、あー、やっぱこれポータルでどんどんこう飛んでくんだ。ボスとかもいるっぽいですね。かわいい。あ、なんか攻撃できる。めちゃくちゃ綺麗ですね、これ。あー、雰囲気的にあのハードランドみたいな雰囲気があるな。あ、軽い軽い。プレスミドルボタン to switch between first and third person カメラ。あ、なるほど。一人称とサードパーソンで変えられるんですね。いきなりいるぞ、なんか。アタックオンエネミーユアウェポン。はい。ロックはできないのか、これ。お、あ、痛い、痛い、痛い。食らってる、食らってる、食らってる。よしよしよし。あ、もう一匹いる。あ、これ強い。MP みたいなのないの、これ。倒した。コレクト2ポータルシェードス。あー。クリックエネミーロックホワイルロックプレススペース。あ、スペースでエネミーのあれか。はい。ん？ロックのプレススペースエンドディクセント。なんだそれ。お？スペースじゃないの？あー！右クリックだ。ほう。あ、ロックした状態で、はははははは。あ、ちゃんと回避行動もできる。これ強い、これ強い。あ、なんか壊してる、これ。コンプリートザーリマイニングクエスト3つを、クエスト3つ完了しろって書いてあんな。あ、これがポータル。あ、なんか揃えないとポータルいけないってことか。クリエイトは、あー、なるほど。とりあえずなんかやっていけばいいのかな。お、なんか書いてある。はあ。マイニングウィザピッケルインザマッチファースター。ああ、ピッケルがあれば早いよって言ってる。あ、丁寧にここで掘れってことか。なるほどですね。ピッケルはマインストーンブロックホーリングザレフトマウスボタン。クラフトストーンピッケル。あ、ストーンピッケル作った方がいいな、じゃあ。ピッケル、ストーンピッケル作りましょうね。あ、木が2つ。木取ってこなきゃダメか。これで取れるのかな。あ、取れた。あ、木取れましたね。あ、こうやって取るんだ。魔法を使って取れますね。石はどれだ？これか。魔法で。はい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 。あ、長押しでいいのか。ほい。起きた。ストーンブロック2つ。で、バックで、N か。N でクラフトで、ストーンピッケルを、あ、石がまだ足りない。4つか。この魔法いいな。はい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 。え、これでも穴が、あ、すごい深くまでいってる、これ。やばい。なんで？下なんか洞窟になってるっぽいな。石全然取れない。で、あ、ちょっと待って、耐久値あんな、これ。減ってってる。ストーンピッケルをクラフト。はい。で、アームじゃなくて、これを、こうして、これ普通に置けるのかな？ここら辺も、
ああ、これか。これをいっぱい集めればいけるみたいですね。次のポータル。ああ、暗くなってきた。で、これで切り替えて。あ、一人称の方がやりやすいかな、これ。これ意外と減ってってるからな。魔法は回復しないんですかね。とりあえず、クラフトブルーポータルストーン2つと、はあ、とりあえずまあいいや。掘ってみよう。ああ、掘ってる掘ってる。なるほど。あ、なんか出てきた。まあ、最初はチュートリアルでしょう。おお、なんか出てきた。宝箱だ。はい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 。これは F？ これ壊しちゃっていいのかな。あ、壊れた。おお、ローエレクトリックローツ。ヘルスポーション。コットン。ブルーポータルストーンシェード。ああ、結構手に入りましたね。じゃあ、ポータル用の石を2つ作ってみるか。あの、かかしがちょっと気になりますね。じゃあ、N で大丈夫。これ攻撃してこないのか、普通にしてれば。これを、もう1個。はい。コンプリート。Place for portal stone in the empty slot. ああ、4つ入れろって書いてあるな。なるほど。これを、ポータルストーンがもっと作んなきゃダメか。これを、これだけ作れば OK か。これ作って、はい。スロットルに入れて、でかいですね。で、置くのは左かな？ああ、左クリックですね。左クリック、ちょっと一人称じゃないと見にくい。はい。これと、これ。はい、できた。おお。え、もう、行っちゃっていいのこれ。あ、なんかすごい。あ、夜はやっぱ強いの出てくるんだ、これ。とりあえず行ってみようかな。はい。It's dangerous to go without completing your training. あー、no, no, 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 no.ステイステイ。まだやれって言ってる。確かにまだ二つ残ってるはず、あと。あー、なんかありますね。家これ。あ、なんか家がある。あー、いっぱいいるな、これ。松明的なのはないのか、これ。リペアブローケン、ワークベンチでアップグレードできる。はー、なるほど。ワークベンチは、ワークベンチは木が8個。はい。うわー、なんかあの光ってるの絶対強いだろうな。とりあえず中入る。おー、壊れてる、壊れてる。F でユース。アップグレードってことか。はい。おー、治った。これで、あ、いろいろ作れるわけですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、次はクラフトサムアプリローブズアットザローブ。はあ、これか。コットンクロスが必要だ。コットンクロス。結構必要だな。コットンクロスって何なんだろう。あ、結構、あ、ベッドとかドアとか家具系ありますね。アンビルとかもある。あ、でも基本的なあれですね。サバイバル系の。シャーピングストーン。あ、エレクトリックワンドあるじゃないですか。あー、これが一個必要なんだ。なるほど。これなくなったらどうやって戦えばいいんだろう、この人。あ、コットンあった。はい。これで？これで、2個か。もう2個必要なんだ。これは何？本棚とか壊れちゃってんの？うわ、壊しちゃった。ああ、なんかいっぱい。あ、ウッドブロックがいっぱい入るんですね。はあ。これか、コットン。これだ。コットンですね、これ。あー、なんか来た。なんか来た、なんか来た、なんか来た。やばいやばい。来てる来てる来てる。ハマってるあれ。あれ倒してみるか。ハマってるやつ。あ、やばいやばい。やばいやばい。絶対強い。
やばいやばい、遅い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 。危ない危ない、危ない危ない危ない、強い、これこれ絶対強い。おお消えた。なんだそれ、朝になったら消えるんだ全部。じゃ今のうちに夜だけ出てくる感じなんですね。コットンがいっぱい、種も落とすんだこれ。あ、アイテムはこうヒュッてなる感じなんですね。コットンもう一個作って、あー、どうやって入れた今。わかんなかった入れ方。なんか素材を入れましたね、中に、ワークベンチの中に。はい、なるほど、コットンのあれがこれで装備する感じか。どれだ、え、これもしかして取らなきゃいけないのか。あー、なるほど、そういう仕組みですね。で V か、 V があれだとして、はい、よし来た。かわいいなこのキャラクター。はい来た。プレイスリファインウッドブロックトゥースタートリビルディングオールドファーム、直せってことか。ああ、このお日様マークがクエストの場所なんですね。置いていくか。ああすごい、あ、こういう風に直せるんだ。ちゃんと綺麗にやんなきゃいけないのかな。ああ、なるほどなるほど、5個置いたらとりあえずは OK で。おお、あ、クラフトはすごい楽そうですね。はあ、はあはあはあははあ、これぐらいまでやって、ここドアになるのかな。で、腕が藁のあれだから、藁のやつ作るか。これかな？これですよね。あ、てかもうこれは OK なんだ。このミッション OK っぽいですね。一応。あと一個だけ。これは別に全部直さなくてもいいんだ。ここですね、最後。あ、これも直す系かな？なんか。お城の残骸が残ってんな。Find high look to get better overview of the land。 あー、なるほど、上から全部の。あー、実際そんなに一つのワールドは大きくないってことなのか。これこの中でいろいろやっていくってことなんですね。あー落ちた。なんか宝箱とかありそうですね、ここ。あ、すごいすごいすごい、あ、すごい、なんか地下まである、これ。なんじゃこりゃ。降りてきた。おー、扉がある。はい。あ、なんかいる。なんだあれは。ドクロマンがいる。あー、見つかった。はい、そんな強くないし、はめられそう。危ない。危ない！いた！結構強い。よし、はめられた。おお、経験値はもらえたのか。やばいな、これ。ダンジョンですね。ダンジョンだった、ここ。おお、すごいな。ええー。お、なにこれ。あ、あ、やばいかも。なんか出てきた。なんかいる。なんかいる。危ない。なんだこの芋虫は。ガーデンマッシュルーム。これでアドベンチャー、フーメイドインディスファー、サルテイクザ、あー、なるほど。これを取れば終わりってこと？はい、できた。あ、やった。ローエレクトリックウォーツ。はい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 。いけましたね。これ帰るとき大変だな。あ、壊せるんだ、これも。なんとなく、これ、松明持って帰んのかな？あ！あ、やった！ファイヤーボール。これ取れるんだ。へぇー。あ、じゃあ、これ、アイテムはそのまま、良さそうなやつは持って帰って家とか作れんのかな？これ、どこが自分の場所になるんですかね？ホームベースみたいのは作れないのかな？作れるんだろうけど、毎回ポータルで移動するんだって、あんま作っても意味ないですよね。
上で見ればいいのか、これは。え？あ、なんか、これか。マップを？何これ？消えた。え？あー、ステップスローザポータルトゥディスカバーニューアイランド。あ、なるほど。高いところで、その M キーを押してやっていくと、こういう感じでできるんですね。なんかよくわかんないけど、ここ行ってみたいですね、ここも。ちょっと気になってるんですよね。やば、見えない。何これ、見えない。あ、松明が必要なんだ、こういうところは。ちょっと待って、ちょっと見ておきたいですよね。なんかありそう。トーチ、コットンで燃えるんだ。これと、あ、結構いっぱいになってきたな。あー、なんか出てきた。よしよしよし。あー、すごい明るい。あ、空島みたいになってんのか、これ。あー、なんか下にある。ちょっと待って、なんかあるあるある。これ行った方がいいな。ちょっと待ってくださいね、なんかある。怖い、落ちそう。でもなんかあるぞ、下に。家かなんかあるのかな。隠しショップがありそうですよ、これ。すごいすごい。面白いな、これ。落ちそう、これ。これ大丈夫？行っちゃって。行け。お、なんだここは。すごい。何ここ、変なとこ来ちゃった。戻れるかな。ちょっと待って、ブロックを、この粘土みたいのやっとくか。何これ、取っちゃっていいの。あ、これ宝箱的な感じか。取れない。でも取れないぞ。いた。このハートは何なんですかね。これはそのまま取れるんだ、変数とかは。あ、夜になっちゃった。ちょっとこれ降りんの怖いな。ジャンプしてみよう。おい、来た。焚き火は何に使うんだろう、これ。あ、なんかあるわ、なんかある。ほら、やっぱ隠し要素があったっぽいですね、これ。シャーピングストーン。あ、この袋に宝物結構入ってんな。なんかありますよ。いやー、出てきた、変なとこで。嘘でしょ。これ攻撃中は動けないのか。止めて撃たなきゃいけないな。なんかある、なんかある。何これ。大丈夫言って。何これ。マイティーポーション、ポーションだ。これは何？おー、なんかいっぱい手に入った。結構いろいろありそうですね、これ。しかも、マップはランダムで作られるみたいなんで、それはなかなか面白そうですね。とりあえず、次のとこ行きます。はい、ポータル。これ帰ってこれるんですよね、きっと。あ、移動してる。あ、すごい、ワールドが変わった。砂漠ゾーンだ、今回。